綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、せーの、こんにちは、みゆです。まりです。はい、では7ホール終わったのかな。はい、で、こっからはあの寄せワン、はい、まあ、50から80が、まあ、うまく打てるようになってきたけどちょっと外しちゃったって時の次のリカバリーのショットの状況の時、はい、まあ、何を考えて打つのかっていう感じ。うん、はい、でもみゆちゃんの場合ピンしか見ないケースがあるのでそう、はい、うん、そうですね。もしみゆちゃんがさ、これこういう状況にありました、はい、って言ったらどこを狙いますかってことね。ただ奥か手前か右か左かとかあるじゃないですか。奥は嫌です。そうね、まあ、一応グリーンの形状としてはこれ見てもらって分かるんですけど、ピンの奥、いや2段グリーンの上に切ってあって、うん、もうカップよりも先がもう下っちゃってる感じ、2段グリーンで、うん、だからこういう状況ではそう、みゆちゃんが言ってる通り基本的には奥じゃなくて手前に止めたい、はい、ちょっとどこまででも行っちゃうんで、うんうん、そうですね。そうで、あとはその傾斜としては右から左にちょっとこうカップより左側が傾斜してるの分かります。そうですね、こんな感じですか。そうだから左側に打ってっちゃうと、はい、コロコロって曲がって出ちゃう可能性もあるんで、どっちかって言ったらカップもちょっと右側の方を狙ってってあげるとグリーン内に止まりやすいっていう感じ。私左狙う予定でした狙それって左に止めたいってことですよね、多分。そうです、上りになるからって。そうです、だから止めたいんであれば曲がることを考慮しなくちゃいけないんで、左側止めたいんだったらもうピンまっすぐって感じで、ゴロゴロってコロコロがってって止まるかなっていう感じかな。じゃあちょっと試しに、はい、じゃあこれをもうみゆちゃんなりにどこを狙ってどうやって打つかみたいなの一回こう声に出して言ってもらった通りにちょっと打ってもらって。分かりました。私なら右のあの丘の手前ですねにボールが止まるようなイメージ。止まる？じゃあ右側、そうですね、この辺に止めるってこと？もうちょっと手前ですね。この辺に止める。もうちょっとそこら辺。この辺に止める。OK です。ゴールだとしたら、ボールどこに落とすんですか？はい、もうサンドでふわっとしたボールというよりかは、そうですね。うん、転がしていく？はい、真ん中ぐらいに。OK です。じゃあとりあえずいつも通り打ってもらって。はい、結局強かったのかな、何なのかな。なんで結構転がりやすいっていうのをまず、はい、覚えておいてもらいたいって感じ。なんで転がっちゃうからそこに止めるんだったら、じゃあどこに落とすのかっていうのが寄せ腕でポイントになってくるって感じ。なるほど。多分今落ちたとことしては、多分ボールとカップ結んだ真ん中ぐらい。はい、そうですね。そう、多分この辺1対1ぐらいはいっちゃうって感じの、ボールから落ちた位置、落ちたから今、まあ、今ちょっと傾斜もあるからあれなんですけど、はい、結構転がっていくってことを考えると、落とし場所としてはどの辺だと思います？だとしたらもうここら辺。そう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 、そういうことです。そこに落とさないと、あそこの2段グリーンの下、はい、もうちょっとキワキワのところには止まらないよっていうこと。そんな手前すんだ。そう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 、ちょっとやってみます。多分それでキワキワ止まるでしょ、っていう。そうだから、どう使ってるか、その落とし場所を注意しながら
寄せワンアプローチ、グリーン周りのアプローチはやってもらいたいって感じ。落としどころを決めるか。そう、落としどころがちょっとカップに近すぎる。はい、うん、途中の4番ホールとかもそうやね、こうバーって行っちゃったらもう多分それ、うん、だから思ってるよりも基本的にはまあ2ヤードぐらい手前見てもらっていいのかなとは思う。半々って感じ。半々ぐらい、半々ボールとカップ進んだ、はい、半分ぐらいを目安に、目安、状況にもよりますからね。グリーンが今こう受けてるからいいけど、はい、こっちに下がってる場合は1対2ぐらいいっちゃうから、そう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 、うんうん、だから状況にもよるけど、これまあほぼほぼあんまない場合は半々ぐらい見てもらえるといいかなと。へえ、左につけちゃったやつとつけなかったやつ、せっかくだったらパターやってもらったらいいんじゃないですか。あ、オッケーです。この差はでかいよ。どっちが楽かによって入っちゃったら面白いけど、じゃ遠い方からやります。遠い方から、はい、うん、いやこっちに行きたくなかったから頑張ってたんだけどな。やります。そういうことですね。さあ入れるまでちょっとやってもろて。はい、はい、次。OK です。OK。OK。はい。やったー！っていうことよ。だからその見る場所によって、はい、その次のこのパターのカードもだってさっき3パットでしょ、はい、こっちは、うん、こっち1パターン、これに2打違うのよ。落とし場所ちょっと変えるだけで、うん、これ100切りには大切でしょっていう感じ。なるほど。だから基本的に落とし場所をしっかり決めてから打つ、はい、ピンじゃなくて転がることも、そう、はい、転がることも計算して落とし場所をしっかり決めて打つっていうのをテーマに次のホールをやってもらいたいです。はい、はい、さあ、うーんとか言って。でもこれは割と平らなので。平ら？平らに見える？あ、マジ？そんなことないですね。ちょっと私受けてる感じに見えるんですが。そうですね、こうなってますね。ちょっとね、こっちがね、そうですね、はい、前が低くてこうなってますね。こっちね、こっち、こうなってますよね。あ、大丈夫です、大丈夫です。今見えました。見えました。確かに。そう、まあ、ってことはですよ、まあ、基本的には1対1をちょっと目安にやってもらいたいんで、うん、ここら辺。マジか。いいよ。ここからカップまでの距離と、ここからボールまでの距離ってどうです？私立ってるんで近い、カップに近い。近いですよね。でも2-1まではいかなくても、もうちょっと手前ですかね。そういうこと、そう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 、多分この辺で半分ぐらいじゃないかな、はい、そうですね。1対1なんで、うーん、エッジぐらい、この辺をちょっと目安にやってもらいたいし、まあ、はい、まあ、変な話、僕グリーン受けてるんで多少奥行ってもいいんだけど、いいんだけど転がっちゃった場合奥についちゃうから下りのパターンになっちゃうんですよね。はい、今みたいにエッジギリギリぐらいに、まあ、エッジぐらいを目安に落としてあげるといいかなっていう。なるほど。そうです。なんか見方がもしかしたら本当にそう、カップ、そうそうそう、カップに近い方近い方で見えちゃってるかもしれない。そうそうそう。 OK、 ちょっと見ます。あ、おい、でも今最初指定した位置なんですよ、今落ちた位置って。はい、でああなっちゃうってこと、うん、奥に行く。そうそうそう、エッジですね、エッジ。素振りする時もここ見ながら素振りしてくださいね、ここ。はい、向こう見ながら素振りしてると向こうまで飛んでっちゃうんで、ここ、ここ、はい、 OK、 ここのぐらいで OK です。そういうこと。
って多分ちょうどいいぐらい。そう。じゃあ最後そのそれぞれの下りと上りのパターンそれぞれやってもらって、はい、どれぐらい違うかっていうのを体感してもらってアプローチの落とし場所がどれだけ大事かっていうのを体感してきてください。下りがなんで嫌なんだろうって思って聞いてたんですけど、さっき下りになるでしょ次のがって。うん、ああ確かにこういうこと。はい、 OK です。はい、次こっちへ上り。じゃあ入れてもらって、はい、うん、の違いです。スリーパットかツーパットかなんで、これ2ホールで3打違うんですからね、ちなみに。うん、そう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 。っていう感じ。さ、なるほど。でお疲れ様でした。ありがとうございました。という感じで寄せ番的は落とし場所を意識してもらうということで、落とし場所をしっかり明確に、あんまり近づけないようにっていう感じかな。を意識してちょっと今後もやってもらいたいなっていう感じ。それだけで1打変わるって結構世界ですね。ところで3打違いますからね。それで大きいよ、それ。だいぶ考え方が変わりました。だいぶそれをちょっと踏まえて次のラウンドレッスンゴルフ場でやるのもちょっと意識しながらやってもらいたいなって思います。はい、わかりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。